んだってばよ。気をつけろみんな。いきなりこいつは、うちはイタチ。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。こんにゃるお前らは俺がぶっ潰してやる。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ。落ち着け、ナルト。なと言っても別に黙って見てろって。本当はカッコつけて、俺もこいつは了解。戦闘開始。まどう。大気。大気。行くぜ。勝つには勝ったが、なんだこの色。さすがはカカシさん、戦い慣れている。イタチ、お前。今回はここまでです。消えた。今の引き方。ああ、どうやら時間か。どうやら間違いないようじゃな。やつらはおそらく新た美獣、人中力。美獣とは、主覚や九尾といった王を持つ魔獣のことを指す。九尾。美獣は爆弾。利用って、そんなチャクラの塊を制御することができるんですか。結果的にはせんじゃが、人はその力を人の手でコンビジュそしてビジュを封印された人中力という。ナルト、どうやれば。サクラちゃん、瞬間的にでもビジュの力だが、そうじゃ、死ぬ。そんな。相変わらず心配性だな、さくらちゃん。大丈夫だ、ガーロ。私は。カカシ先生、そろそろ行くってばよ。ナルト。足止めご苦労だった、イタチ貴
分かっている。これより一尾高橋先生、目的地まで。ここからだと。よし。待ってろよ、ガラ。すぐに立つ。これは結界だな。うん、まずはこれを外さねばならんな。どうや？それは五風結界だ。え？遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃって。ナルト君、サクラさん、おっ、皆さん、一足早く。さて、早速で悪いが、カカシよ。この五風結界は、近辺に金と書かれた札を、だから目の前の札と他の4箇所にある。なるほど。見つけた。よし、札は俺たちに任せろ。すぐ。あ、頼む。よし、外反青春フルパワーで行くぞ。俺たちは外目の前まで来たって。カカシよ、なぜあの小僧はタサトのガーラをあそこまで助けようとする？あいつも人中力です。それも九尾を封印された。うん、
確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い出はないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトはどの里においても人中力を見る目は冷たい。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使って資格を憑依させたのは、それは砂隠れを守るため、里のためを思ってのことじゃったが、結果として逆に里を苦しめ、他里の者にも迷惑をかけることになると、今思えばわしのしたことは、ま、いえ、まだまだこれからですよ。間違いを犯したのであれば、またと千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。まだできることが。この先に札が二組には今は俺たちのやるべきことをやるぞ。時間は限られている。オッケー。こっちには用は。あと1枚あるはずだ。いや、そう簡単にはいかないようだ。え？どうやら、そう簡単に結界を解かせ。にしても、どうした？冗談！ほんねじ！さあ。準備が整った。どうだ！それ！
しなさい。援護してあげよっか。今のうちに覚悟しなさい。装備極大鉄球。なんだと。本物とは天と地の実力差ね。あとはリーたちの方もうまくいけば、ああ頑張ってよね、二人とも。この辺りにネジが言っていた札がある。よし、おれ押せ。今は札剥がし。これで、うん、と予想。これは、なるほど。ま、な、大先生、ここは僕、なんと素晴らしい。いいだろう、俺は援護役に回る。ありがとうございます。さあ、行きますよ。ナイスバトルだったぞ。おっす。しかし、いやあ、この確かに。さて、あとはカカシに。たった今、ガイたちから札を剥がすことに成功したと連絡が入った。それじゃあ、あ、俺たちも行動開始だ。まずはこの岩を頼むぞ、さくら。Oh.
さて、みんな。はい。ガラ、今。よし。さて、
イタチのやつが言ってたことは当たんのか。もう少しでこの葉の正しい人中に。イタチ、キュービの人中。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。もっと具体的な特徴はねえのか？ったく。もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガーラ。メーラ、てめえら、ぶっ飛ばす！あいつか。なかなか面白い。旦那。これ言ったら多分怒る。あの人中力はオイラ。おい、芸術家ってのはより強い刺激を求めね。キュービの人中力はなかなかに強いってわけで、風影はオイラが預かるぜ。じゃあな、旦那。ナルト、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。わかった。とうに引退した身のは何事？減らず口よ。減らず口かどうか。やすだが。ヒルコ。ヒルコ。今までのあやつは。じゃあそれを脱ぎ。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるには。こっちの姿の方がいいだろう。なあ、千代婆様よ。あれが本当の姿。この姿を見せた以上、お前たちはもう終わりだ。ふん。お前が重ねてきた罪は身内であるわしと。それか。そうじゃ、お前が作ったさ、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぜ。くだらねえ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからぬ。これ以上話をしても。気をつけろ、さくら。あやつの恐ろしさはクズだけではない。仕込みに染み込ませてある毒にも注意しろ。少しでも体内に入ればそれこそ命取りじゃぞ。はい。絶望をくれてやる。このとっておきでな。準備万端じゃ。
万端じゃ。つけろ、さくら。もう終わらせる。さて、最後。あれをバラされるとはな。じゃあ仕方ねえ。久方ぶりだ、自分を使うのはな。地獄の始まりだ。百鬼の総炎、解くと見せてやる。
やつ。足でまといにはなりたくない。綱手様。なんだ。私を弟子にしてください。立て、さくら。お前の覚悟はそんなものか。大切な人を守るため、負けられない。よし。終わったね。やりましたね、千代婆様。ああ。どうした、さくら。ようやく毒がまう。やっぱり核に己を閉じ込む。どんなに小さな傷でもそこに俺の毒。そのままにしておいても近いうちに。俺は優しいんでな。今終わりだ。まさかな。最後に気を抜いたの。カラクリの体はどんな攻撃にも耐えうる。じゃが核を攻撃されてはさすがのお前でもどうにもなるまい。すでに全身をめぐ。我慢し。無駄なこと。己の生命エネルギーを。転生人。そもそもこれは親を亡くし、親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために。何。この術を使えば。くだらねえ。大丈夫か。はい。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんたオロチマルとつながりが。うん。あいつは。なんだお前。答えて。まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。オロチマルに会いたいのなら、草隠れにある
天付教？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。あとはお前ら。転生忍術か。くだらねえことを。くだらねえ。本当に。くだらねえ。人中力だね。人中力は、それにここまで人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士がほっとけなかったな。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前も直にそうなるんだよ。おら、てめえらは潰してやる。戦闘開始。任せろ。やり合ってる間に奪われちまったか。さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。お前を逃がすのは惜しいが、逃がすかよ。じゃあな。クソ、いで逃げたか。チクショー。ナルト、あいつの件はまた今度だ。
なんでガーラが、ガーラばっかりがこんなんで死んだんじゃ。風影だぞ、風影になったばっかじゃね。少し落ち着いて。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。サスケも助けらんねえ。3年も必死に修行して。あっ、ジオバー様。そ、なんだ、何してんだってばよ。ガーラ君を生き返らせる。生き返ろ。転生忍術であれば。でもあれは、ジオバー様は自分の命をかけて、ガーラ君。クソ。俺のチャクラ使ってくれってばよ。それってできるか、ばあちゃん。お前、ガーラ君はあいつと同じ砂隠れにいるどんなものよりも、わしの手の上にお前の手を重ねろ。知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界に、かつてわしのしてきたことは、しかし再砂と。これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変える。ナルトよ、わしからの最後のお願いし、お前はガーラの痛みを知ってやることができる。ガーラも、ガーラも、ガーラ。ガーラ。誰だ？ガーラ。この声、俺は。ガーラ。知っている。そうだ。ガーラ。これは、これは。ナルト、世話駆け上がって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。
俺は。ばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。ね、違うって何が？医療忍術なんかじゃない。って、どういうことだった？聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返る。じゃあ、ナルト、千代婆様はお前とガーラに未来を託した。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代婆様に。じゃあな。普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばこのまま。それではな。さて、俺たちも二人とも次の任務に備えて。はい。そんじゃ俺はばあちゃんとこ行って。ハンター、明石先生の話ちゃんと。何言ってんだってばよ、さくらちゃん。体なら休めただろ、帰ってき。はあ、それは。まったく元気だねお前は。俺の方はダメなようだな。前の戦いでチャクラを使いすぎた。次の任務はあいつに任せるか。確か。
開始。Thank you.
そろそろ任務から帰っ、どうだったんだ？てわけでガーラもなんとか元に戻ってさ。お？いや、これからは木の葉と砂の関係がよりまったくどんどん大きくなっていくな。さてと、そんじゃイルカ先生、俺行くってばよ。ああ、これからも頑張る。おっとか。なあなあ、なんかお前さっき戻ってきたばかりだろ。休息ならもう十分取ったってばよ。ああ。でなんか任務。ったく、ちょっと待ってろ。静電に調べさせる。一つだけナルト君でもできる。よし。
うん。知ってる匂いが近づいてくると思ったらやっぱナルトだったか。やっぱキバか。それにひな誰だっけ。冗談ならばよした方がいい。なぜならそれだけでも相手は傷つくからだ。ああそのめんどくせえ喋り方は死の。なぜ喋り方で判断する。いやはは懐かしいな。帰ってきて早々砂にね。まあな。それはそうとだ。お前がここにいるってことは。うん。やっぱな。こりゃちょ。お前と俺らがどれくらい強くなったか。おたおたしてんじゃねえぜ日向。さあ。おいおいおい、本当に強くなってんじゃねえか。
正直驚いた。厳しい修行だったからな。弱くなってたら大問題だってばよ。本来ならば。あれ、もともと戦術を見直すためだよ。そういうことだったのか。久々にお前とやり合えて楽しかったぜ。俺もだ。よし、それでは先ほどの反省点を踏まえて。んじゃ、俺が協力できるのはここまでだな。頑張れよ、三人とも。うん、今度飯でも食いながらゆっくり話でもしようぜ。ああ、砂隠れのこと聞いたぜ。ずいぶん活躍したらしいじゃねえか。鹿丸はまだ中忍試験の仕事が終わんねえのか。やらなきゃならねえ雑務が多くてな。なか頑張ってくれってばよ。
完全に人事だよな、お前。おーい、捕まる。あん、あれ、ナルト、ジョージじゃね。てなわけで、俺ってばさっき砂から帰ってきたとこでさ。大変だったね。相変わらず食ってばかりだな。お前昔よりで誰だ。見つかりましたか。ご丁寧にあれほどの殺気を出して俺たちを挑発してんのか。お前何者だ。君が渦巻ナルト君だね。突然で悪いけど君の実力を測らせてもらうよ。だと。おいおい、問答無用かよ。調子、ナルトを援護するぞ。なんだって力。誰だってめえ。また会うことになるよナルト君。名前はその時にでも。あいつ、一体。ジョージ、やっぱりここだったのね。え？ったく、アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ごめん、イノ。なんか、変な奴が襲ってきて。
へ？あ、いや。ナルト！おひさー！もういいよ、ジョージ。この…へえ、そんなことがね。あいつ、初めて見る顔だった。一体何だってば。あ、いたいた。ん？さくら？なんか用でもあるわけ？あんたにじゃないわよ。ナルトに用事。俺に？何？綱手様から伝言があって、新しい範囲を紹介するから屋敷部。は？新しい範囲？どういうこと？詳しい話は師匠がするって。とにかく屋敷に行くわよ。ナルト。2人の再会。Yeah.